はい。では、一週間で食べたラーメンを紹介します。今回は、10月の11日から10月17日の一週間で食べたラーメンがこちらです。はい。ということで、えー、っと、この中からいくつか、うん、紹介というか、感想を言っていきたいなぁと思いますが、えっと、しげとみ。 大倉山。以前僕大倉山住んでたんで、僕が出るギリギリの時にオープンしたんだっけかなとにかく、えっと、二度ほどもう行ったことがあって、今回は三回目とかですかね。で、デフォの醤油を食べてみました。えっと、うーん。まあ、率直な感想は、お金をかけすぎてるかなって <laughs>。えっとね、確か800円だったと思います。え重、ー、富。げとみ。 お、お、岡山。大倉山だ。大倉山は僕の住んでるとこだ。<laughs> 大倉山。と、値段が、そうですね。やっぱ800円かな。うん。800円って出すラーメンではない。もっと取るべきかなと思いましたね。チャーシューもいいものを使ってるなっていうのが結構わかりやすいぐらい。 ちゃんと美味しい感じだったし、なんか素材感がものすごくて、で、本当に出汁をガツッと効かしてるので、これはいい意味で途中疲れちゃうぐらい、はい、旨味がとにかく分厚いです。だここまでえ神奈川で出汁を分厚くしてるお店もなかなか珍しいというか、やっぱり神奈川は 品蕎麦屋の影響か、もうちょっとバランスよくね、仕上げるお店が多い印象なので、そういう意味では、一個自分の中の基準値を作るっていう意味でも、しげとみさん、いいんじゃないですかね。あのー、おすすめですよ。美味しかったです。はい。うーんと、麺くらい。麺くらいだと、泣く方のくらいになっちゃうのかな麺くらいう <laughs> まあまあまあ、麺くらい。<laughs> あれ、なんだっけ。和か。 え、品川の二号店ですね。で、和歌食べた時も、すごく麺にこだわってるというか、うーん、麺を食べて欲しいんだろうなっていうのをなんとなく感じていたんですけど、こちらはさらに、まあ、店名がね、もうね、うん、麺をくらえっていうぐらいですから、やっぱり麺が特徴的で、あの、下北沢の麺と未来とか、新川崎、 日陰、みたいな感じの、まあ、極太麺って言っていいのか、なんなのか。まあ、ちょっと餅、こっぽい感じの、ほんともちもちっとした、あ食感の麺で、うーん、なんだろうな。このトントンと3弦あるわけじゃないですか。麺と未来があ,あり、日陰ができ、で、麺くらい。あれ、順番ってどっちだっけまあ、まあいいや。 店舗だだだとととまだブームにはならなならいいいんっってううのをちょっと感じたというかやっぱりこう、ブームにするには、やっぱり特徴的すぎるというか、独特すぎるラーメンなのかなーっていうふうに思いましたね。あのー、麺の違いももちろんあるんですけど、手打ち、手切りになるでしょうから、余計にね。でもやっぱり、うーん、何が他と違うかってやっぱスープが一番わかりやすく違うわけですよ。 うん、で、あの麺をどんなスープで食べるかみたいなものは、まあ面白いなぁとは思いつつ、うーん、まあバンバン出てくるってことはないだろうなぁと。うん、で、限定麺でやるにもね、うん やっぱちょっと大変茹で時間だったりとかっていうオペレーション上で考えても難しいでしょうし、うーん。だからこの3店舗で止まるのかなっていう気はしたんですよ、はい。似たようなラーメンが今後出てくるかなーって一瞬思ったんですけど、まあ厳しいでしょうね。うん。だから本当 ラーメンの世界まあ、他の世界でもそうですけどいう意味ではここで一旦、まあこのあのタイプのラーメンは落ち着くのかなーっていう気がしましたね。うん。まあ、立地的に浜松町行きやすいっていう人も多いでしょうから、まあこっから食べてみてもいいんじゃないでしょうか。で、ちょっとでも面白いなって思ったら、日陰はぜひ 見てもらいたいたですねうん今あげた3店舗の中では一番美味しいですよ。はい。正直。うん。うん。ラーショーマルミャー。 マルミアって何 <laughs> えっと、池袋っすね。えっ、ー、とー、あの、空の色があったところ、だから空の色のリニューアルなんですよね、一応。んで、ラーメンショップインスパイアーみたいな感じで、なんだろうなぁ。リッチなのかなぁ。まあ、僕が行った時は、ね、まあ、緊急事態宣言中だったか。 まあ、あとにかく人がやっぱりあんまりいないっていう、うん。場所も池袋のね、中心地というよりはもう、ちょっと、なんなら金目町に入るかなぐらいのところなので、なんか僕ね、お店のコンセプトはすごくいいなーって思ったんですよね。あのー、ラーメンショップっぽい内装にちゃんとしながらメニュー構成もなんか結構、 おつまみにもなりそうなものがいっぱいあったりとか。で、ラーメン自体も、まあ完成度というか、本当に今の職人がラーメンショップを真面目に作ってみましたっていう感じで、全然美味しかったので、うーん、ラーメンショップってものがあるんだよっていうのを若い人に伝えるっていう意味でもすごくいいコンセプトだし、うーん、池袋っていう場所自体で言えば、うーん、そこでマッチしてるなーって思ったんですけどね。うーん、今一つちょっと話題にうんなってなっ ないかなーっていうのが、うんー、なんかここで終わる店には、個人的にはしたくないので、まだ行ってない方はぜひ、それこそ池袋行きやすいと思うんで、でもなんでしょうね、最近のラーメンショップがこう <laughs>。 ね、再注目されてきたっていうので、僕もラーメンショップなんて本当にアウトオブ眼中って言ったらちょっと言葉が悪いですけど、あまり気にしてなかったんですが、ちょっといい加減、ち,ちゃんと回ってみないとなっていうぐらい、意識させられる感じになってきましたね。うん。あ、だからそういう意味では、僕もラーメンショップ行ったことがないことはないんですけど、意識的に行ったことはないので、そういう意味ではこの、ラーショーマルミャが、そのきっかけになるなら、 なんか、とても素敵な気がしますね。ーヌードル坊主、N 坊。浅草橋。えっと、言い方合ってんのかなヌードル。 ヌードル坊主、N 坊。合ってるよね。<laughs> えっと、ヤタガラス出身なんですが、ヤタガラスにちょっと行けてなくてですね、うーん、あの、まあ、振られて、それっきりっていう、結構そういうお店たくさんあるんですけど、うーん、先にお弟子さんの方に来てしまったっていう。まあ、あそのヤタガラスが、アニマルオフ、動物系食材を使わないラーメンっていうことで話題になって、こちらのヌードル坊主さんも、動物系は使わない、アニマル ロフのラーメンでまあそうですね当然魚介系の風味がメインのスープなんですけど割と昆布っぽい風味が強かったかなというふうに思いましたねなんかこれヤタガラスに行ってないので何とも言えないんですけどこのアニマロフっていうのは 売れるラーメンではないような気がしましたね。なんだろうな、余韻があんまりないのか。やっぱ良くも悪くもスッキリしちゃうので、リピーターを作れるラーメンなのかどうかっていうのが非常に。特に浅草橋でやるとしたら、まあリピーター必須だし、ただ、ヤタガラスがあれですよね、し下。うん。だから別に、 ねえ、それこそ武道館でなんかライブ行った帰りにとかっていう感じでもないんで営業時間とか見ると。だからしっかりとその近辺のサラリーマンをリピーターにつけてんのかなっていうふうにもう予想でしかないんですけど、そう思うので、まあまあまあヌードルボーズさんも全然ね、お客さん、常連さん、まあつくとは思うんですけど、うん、僕個人としては、 やっぱアニマルオフ、ちょっと難しいのかなーっていうふうに思いましたね。うん。うん、作り手としては、多分結構、負担は少ないと思いますよ。うん、当然。だからその分ね、トッピングとかに力を入れるっていうやり方もありでしょうし、ヤタガラスさんはそれこそね、あの、限定ラーメン。 すごい力入れてるなっていうふうに思うので、まあそういう意味では非常に、えっと、いい考え方で、こっからはもう本当にヌードル坊主さんマジで関係ない話になっちゃいますけど、えっと、デフォルトのラーメン、 の仕込み、かかる仕込みの負担を少なめにして、で、他の部分で、えっと、自分の空いた時間を埋めていくっていうのは、非常に、特にこれからのラーメン屋さん、非常にいいんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱり、どうしたってメインのラーメンに一番力入れちゃうから、そこにかかる仕込みの時間とかってすげえ膨大になりがちなんですけど、やっぱりそこは、あの、本当にいい意味で、 えっと、7割とか6割ぐらいの負担にしておいて、余ったね、4割、3割ぐらいの自分の時間っていうのを何か別のものに使うっていう、なんか商品 本だけで戦える時代でもなくなってきたのでそういう意味ではアニマルオフは非常にいいですよねあとゴミ処理代ねゴミ処理代も結構ジリジリと上がってきたりしてるのでうん、魚介系食材の方が当然物質量が少ないからなんかねそんなことまで考えなきゃいけなくなってきたっていうのもなかなか悲しい <laughs> 現状ではあるんですけどまあまあまあ何にせよそれをお客さんに感じさせない努力 というか、取り組みは必要ですよね。うん。やっぱね、食べてはあんま、あ,あれこれ、ラーメン屋の事情なんか気にしながら食べたかないですから。はい。まあ、新店なんで、これからどういう風になっていくのかなっていうのは気になるお店ですかね。ヌードル坊主さん。はい。天国屋。南町田。えっと、移転ですね。 うーん、まあこ、ここに関しては特別仲良くさせてもらってるというか、可愛がってもらってるので、あんまりね、なんだろう、いいこと言っちゃうと <laughs> う、身内だからだろうみたいな、身内 B 期だろうみたいな風に思われるのも嫌なんで、あえて控えめに言いますけど、やっぱりあのー、店主の佐々木さんのラーメンだなっていうのを移転後も強く感じたので、それがもう本当に良かったなと。 ちょっと体調崩されたりとかもね、えー、されてたので、結構心配していたんですが、まあまあ始まってみたらもう全開っていう感じでね、佐々木節を、はい、見せてくれたなっていうのが、とりあえず良かったです。はい。本当に味はもう、本当に、もう僕が言うまでもなく美味しいんですけど、あの、<laughs> この多重煮干しっていうネーミング多重〇〇。これありそうでなかったなーって、これはもう、やられたーっていう感じですよね。なんか、まあまあすげえお世話になってるお店だから、気軽にね、多重〇〇っていう。<laughs> ーネーミングを他の人に使って欲しくはないんですけど、でも使う人出てきちゃうだろうなっていうぐらい素敵なネーミングですよね。だからこういうキャッチコピーというか、まあ、店名もそうなんですけど、やっぱりメニュー名うーん、センス出ますよね。結構最近はそんなのをすごく考えるようになってきましたね。えー、イルカ東京。六本木。なんかやっと六本木。 六本木に六本木らしいラーメン屋が出てきたな <laughs>、って感じっすよね <laughs>。はいはいはい。で、まあ、バリバリというか、ザ、意識高い系っていう感じなんですけど、うーん、えっとね、初めに言っといた方がいいかな。えー、っと、半分は知って、 っていうことで、はい。あんまり前向きなことを今から言うつもりがないんですけど、もう半分は嫉妬ですっていう前置きをさせてください。で、もう本当に自分のことは本当棚にあげておいてですね、もう今僕は、はい。ラーメン屋でも何でもない、もうなる面通り待機がいない世界線で <laughs> 話をさせてもらいますけど、うーんとね、まあガチャガチャしてますよね。すごくガチャガチャしてるなーって。まあ要はそこなんですよ。僕自身が。 作りたかったというか、多分僕がこの業界入りたての時はこういうラーメン屋さんを目指していて、それの完成形なのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、とにかくその食べてというよりは、作り手の、うん、自己欲求を満たすラーメンかなっていうふうに思いました。えっと、カルテットスープ、だしがね、 なんだっけ鶏、豚、貝、エビだったかなまあまあ、えー、で、そのカルテットスープっていうのもなんかすげえなーって思うし、そのポルチーニのなんかね、乗ってたりだとか、塩の方は、なんでしたっけ梨だったかなな、うん、なんか塩の方にも乗ってるんですよね。僕が食べたのは醤油なんですけど、まあその感じだったりだとか、まあ綺麗に折りたたんである麺だったりだとか、まあまあ意識が高えなっていう感じの、で、作り手の欲求を満たすような、 タイプではあるんですが、えっと、正直あのー、なんだろうな、意識高くというか、見た目を良くしようとしすぎていて、まず麺が折れたたんだまま固まって上がってきてしまう。まあ単純に食べづらかったりっていうのだとか、まあそのエビの使い方ですよね。まあエビって確かにいい出汁取れるんですよ。はい、すごく美味しいんですよ。うん、で、まあこういうアプローチの仕方って非常に珍しくて、エビです。 ではなくて、ちゃんと下支えというか、うん、土台としてエビの出汁を使うっていう、このアプローチは非常に面白いなーっていうふうに思ったんですけど、でもあのー、まあ、食べてみると、その他に貝とか、そのエビっていう魚介系の食材がバンって前に出るよりはバランスをとってるようなタイプのスープで、 まあそういう場合ってどんどん温度が下がるにつれて魚介の風味っていうのがバーンと分かりやすくなってくるとは思うんですけどそこにやっぱりあのポルチーニの何て言うのかねペーストというかソースというかあれをまあ後半で溶かしてくださいってことじゃないですかだからえっと後半で感じれるはずの魚介の風味っていうのをそこでえっとポルチーニの あの、ペーストで、えっと、マスキングしてしまうっていうのが、んー、これまあ作り手のね、方の意図なんてのはもちろん僕にはわかんないですけど、僕は食べて、あ、これはちょっともったいないんじゃないかなっていうふうに思っちゃいましたね。やっぱりスープの味の変化、温度、温度での味の変化っていうのを、ある種楽しめなくしてしまってるのではないかなというふうに思って、 てしまって、でも違う考え方をすれば、えっ、ー、と、後半に出てくる魚介の風味っていうのを、あえて抑えたい。バランスよく最後まで食べさせたいっていう考え方もできると思うんですけど、だとしたら、あのポルチーニのペーストは、んちょっと強すぎるなーっていう風に、えー、思いまして、っていうか、そもそもポルチーニ、 <う>ーん <laughs> っていう、まあ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 、あの、うんちくを見てみたら、うん、他にもいろいろ入れてますっていうふうに、いろんな数種類のキノコを使ってますっていうふうに書いてあるから、あれだったんですけど、うーん、なんだったら数種類じゃなくてポルチーニだけでもよかったんじゃないかなっていうふうには思いましたね。そういう意味では後半の魚介が強くなってきたところに、ポルチーニの香りだけがファッと加わったら、それはそれでいいバランスで最後まで食べれたんじゃないかなとは思ってしまいました。 ねーうーん。 うん、いろいろ言いたいことを言ったところでちょっとね、棚に置いておいた <laughs>、はい、ものを下ろしまして、えっと、やっぱりいいなって、こういう意識高い系のラーメンは、本当に作り手として、うん、とてもある意味健全というか、新しいものを作るんだっていう、で、カルテットスープっていうのを見つけたんだ、みたいなのとか、なんかそういうのはすごく共感できる部分はすごくあって、で、六本木っていう場所の セレクトがすごく合っていてやっぱりもうラーメン屋さんではほんと見ないようなカップルのお客さんばっかりだったんですようーんだからちゃんとねあの六本木っていう場所に根付いてくれてこれからほんと六本木のラーメン屋さんの顔として頑張っていってくれる って思うとすごくいいお店だなという風に思いますしそれこそ大崎さんは言ってましたけどねミシュラン乗るんじゃねえのみたいなことを言ってましたがはいもう全然ありえるんじゃないですかねうん確かにミシュラン乗りそうな雰囲気のお店ですけどまあでもね麺折りたたんだままあが持ち上がっちゃったりとかそのさっき言ったねポルチーニうーんこれトリュフじゃねえのみたいな感じだとかあ あれでミシュランに乗るようだったらもう本当に僕はミシュランの人とは感性が真逆なんだなっていうふうに思いますね。<laughs> 悪口じゃないですよ。本当に本当に自分が正しいとは全く思ってなくて僕が悪いというか僕が未熟なんだと思います。はい。あこれ本当にね、あの皮肉とかでもなく。その辺は僕すごいだからちゃんと自分の考えと よ、よその人の考えっていうのをすり合わせて、本当に自分の考え方を変えていかなきゃいけないな、っていうふうに思ってますよ。まあでもそれで言うと、あの、本当一個気をつけなきゃいけないのは、ミシュランガイドってやっぱり、ラーメンオタクっていうか、ね、ラーメン好きに、 向けて発信しているものではないっていうのはもう今一度しっかりと確認しておかないと痛い目見るじゃないけどやっぱりラーメンの食べ歩きをする上でミシュランっていうのはそんな大きな指標にはならないなっていうふうに思いますねやっぱり見てる部分が きっと違いますよ。うん、丼一杯の味だけで評価するっていうものじゃないですから、あれは。うん、もちろんね、ミシュラン、それなりにはチェックしますし、僕も好きですよ。基本的に好きなんですけど、うん、囚われすぎちゃいけないよっていう。だから一般の人に、すごく刺さりやすいじゃないですか。ミシュランに乗りました、みたいな。うん。 だからそれは自分がしっかりとそのミシュラン云々ではなくてこのお店はこれこれこういう味でこういうスープでこういう麺でっていうのが説明できるようにならないとなーっていうのも思いますしなんかそこで一発目にあそこはミシュランに乗ったお店でねっていうような説明をしないようにしなきゃなーって自分でもねはい思いましたし思いますしなんか本当に良くも悪くもですようんその付き合い方向き合い方っていうのは 本当に気をつけながらやっていかないと。 うん、いけないかなっていうふうに思いますね。うん、あの、僕もね、言いがちなんですよ、すごく。うちのお客さんだと、本当に別にラーメン好きっていうわけではない方もいらっしゃるんで、そういう方と話をしているときに、この前、どこどこの何々っていうお店に行ってって言ったときに、僕、つかさず、あ、あそこ、ミシュランのガイドブックにも載ってるんですよ、とか言っちゃいがちだから、僕が。なんか、そのね、えっ、ー、と、ミシュランとラーメン屋さんのね、付き合い方というか、食べても、うん、う そうしっかりと取っていきましょう。<laughs> 何が言いたいんだかよくわからないですが。まぁ、あ、ちょっと今回は紹介する店舗数が少なかったんですけど、まぁ、あ、まぁまぁ結構なんだかんだ長くなってしまったんで、はい、こんなところで終わりにしたいと思います。ではでは、今週もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。良いラーメンライフを。